野球面白くしてほしいわ。まあ、したいですね、本当に。もうやっぱ今ね、一番僕がね、してほしいのは、うん、登録人数をやっぱもうちょい増やす、うん、25人ぐらいにベンチして、うん、あとは木製導入、うん、もう昔のようにもう金属はもうやばいですよ、うん、打力上がりすぎてて危ないですね、確かに、はい、危ない危ない、やっぱりこう甲子園見てると、うん、バッターってどんどん試合進むにつれて球慣れてくるじゃないですか、うん、目がだから振りが鋭くなるんですよ。その逆にピッチャーは体力減っていくから、うんど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 ん打たれやすくなってくるんですよね。そうなってくるとピッチャーの消耗も激しいし、あの高校野球の発展だけじゃなくてこう未来英語を見てますからこの人、スポーツ医学の観点からも。そうすよね。あとね、俺がお願いしたのね、あのブラバンの僅差をなくしてほしいんで、はい、俺らね、はいはい、甲子園に行った時に相手が天理だったんですよ、はいはいはい、でその時の天理が全国のブラバンで優勝してたんですよ。すごいですよね天理は。で広島からもう吹奏楽ってもうちっちゃなトランペットとラッパみたいなの持ってて、向こうすごいもうこっちの場がもう、はい、あれでもう萎縮しちゃってもう全然応援できなかった。沖縄のあの代表の学校って、うん、あの応援が毎回一律尼崎高校のブラバンがやってるって知ってました、はい、これがそれやっぱりそうなんですよ。沖縄からの輸送費とあと宿泊費とかもすごいかかるっていうのと、あとちょうど甲子園大会夏やってる時に沖縄のブラバンのでかい大会があるらしいんですよ、はい、だから本職のこっちがその大会出ちゃってるから応援に来れないらしいんですよ。でそれを分かったその市立尼崎のブラバン の先生が顧問の先生、もともと沖縄出身なんですよ。で我が県のためにじゃあうちのブラバンを毎回貸し出しましょうって言って、どのチームが変わっても沖縄県代表は市立尼崎のブラバンがやるっていう。面白いな、こういう甲子園の裏にもこう痒いところに手が届いてる感じで、すみません申し訳ないですけど、全国のネットこれ見てもらえらっしゃる方ね、あのねこの話もうそろそろ終わりにします。あの続きこれで見てほしいんですよ。これここ入ってますんで、こういう話がバッツリ、あの多すぎて3分の1ぐらいにまとめたやつが入ります、はい、でこれのやり方としては、あの49代表、うんうん、で47都道府県のエピソード一個一個話してたんですよ。ね、あと単独ライブ、あ、そうですそうです、はい、これ広島の皆さん、こっち本業でしたっけ、こっち本業です、こっち副業です、これ9月3日、本当にだから今の僕 NSC の講師もやってるんですけど、はいはいはい、トータルの漫才好きって人多いですよ。あ、結構なんかね、うん、やっぱりてくれてるみたい、なんか芸人が好きな芸人というかね、袖で見たくなるようなそういうタイプの漫才、今日も今回も漫才、はい、がっつりがっつり漫才で、脱帽、はい、うん、一回は絶対皆さんね、生まれ死ぬまでの間に一回は甲子園に本当見に行ってもらって、むちゃくちゃ綺麗なんで、それはやっぱドームとかもねいっぱいあるんですけど、そことはまたちょっと違った雰囲気の、なんでしょうね、パワースポット行った時になんかそうですよね、パッてなる空気感みたいなのが甲子園あるんで、いろんな球場行ってますけど、やっぱりあのアルプス、はい、独特なんですよ。あのアルプスって岡本太郎さんがつけたって話ですよ、ね、そうですそうです、なんかね、生徒が白いワイシャツで雪が積もってるアルプス山脈みたいだからってアルプス、俺結構なやつぶっこんだと思って1回ぐらいマジっすかマスコットさんって言わそうと思ったけど絶対通用しないね甲子園。いや今日は本当ずっと聞きたいですけど、また絶対来てください。はい、はい、今日の、ゲストはトータルテンボス藤田健介さんでした。どうもありがとうございました。